こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。アマゾンサポート、オーストラリアアマゾンサポート特別モニター募集ページ。ウィズコロナのこれからの日本。あなたが3年後も生きているなら、輸出で稼ぐスキルは必須です。新型コロナ影響の失業者、7万人超えるということでね、新型コロナの影響で失業者どんどん増えてます。またね、仕事なくなった人、ウーバーイーツやってますけど、まあ、ウーバーイーツもね、過当競争になって全然稼げなくなってきたというような話があります。また、新型コロナによる業績悪化の影響で、正社員の希望退職の募集を始めた企業もあると。希望退職という形であるものの、会社側から入社1年目から3年目の社員は、組織スリム化のためのリストラの標的にされ、実質的には選択肢のない失業だったと。いうようなこともあります。そんなね、新型コロナで、暗いニュースいっぱいの中、アマゾンのオーナー、創業者、世界一の富豪ジェフ・ベゾスの資産が約20兆円に記録更新ということでね、新型コロナの影響でリアル店舗を避け、e コマース、つまりね、e コマースで一番大きいのはアマゾンなんで、アマゾンを使うようになったおかげでね、なんと株価が80%も値上がりしたと。そのおかげで、ジェフ・ベゾスの資産は20兆円になりました。ジェフ・ベゾスの資産20兆円って言ってもあんまりね、現実見ないんですけど、まあ、そんな恩恵を受けてる会員さんもいらっしゃいます。ね、会員さんで取り組んでる方はまあ全員恩恵を受けてるんですけど、中でもね、この中国にお住まいの会員さんは、なんと今回2回目の都市封鎖をされたと。都市封鎖されたけど、まあ、国がね、国そのものが封鎖されて荷物の出し入れができなくならない限り、ネット物販は不死身ですということでね、稼ぎ続けていらっしゃってます。自力で稼ぐスキルを今すぐ身につけましょう。初心者が自力で稼ぐなら、オーストラリアアマゾン輸出が稼ぎやすい。輸出で稼ぐスキルはわずか半年で身につきます。皆さん副業を始めています。何しろね、日本人の所得で一番多いのは200万円以下ですから、200万円以下じゃとても暮らしていけないと。という中で副業やってる会員さん、副業やってる方増えてます。副業を始めるなら、日本の不景気がメリットになる輸出ビジネスがおすすめです。中でもコロナで売上急増中のオーストラリアアマゾンを使った輸出ビジネスはチャンス。5年前にアマゾン輸出をスタートした会員さんは、新型コロナ騒動の影響をほとんど受けていません。先ほどのね、都市封鎖されても稼ぎますという会員さんもそうですけど、まあ、そもそも、ね、副業で初めて輸出を本業にしちゃった会員さんは自宅でできますんでね、在宅で稼ぎますので通勤なし、しかも自分のペースで稼げるのでストレスもなしです。そんなアマゾン輸出、アマゾンの利用者が増えて売上が増えています。良いことずくめのアマゾン輸出ビジネス。初心者でも半年で稼ぐスキルが身につきます。埼玉県在住のアマゾン輸出に本業で取り組む会員さんの売上、34,454ドル。大阪府在住のアマゾン輸出に副業で取り組む会員さんの売上、22,157ドル。東京都在住のアマゾン輸出に副業で取り組む会員さんの売上、15,39ドルと。あるいは、先ほどの中国の会員さんね、7,669ドル。そして6,828ドル。アマゾン輸出で本業で取り組む会員さんの売上、インターネットがつながれば世界中どこでも暮らせます。プラス、もう国が封鎖されない限りはもう稼ぎ続けられます。そんなオーストラリアアマゾンに輸出して儲かる商品、日本には儲かる商品がいくらでもあります。安い国、日本の真実と。これはグローバル化を続ける世界の中で、ここ最近際立っているのが日本の物価の安さです。安い日本。これは日本経済新聞の特集記事のタイトルで、掲載当時大きな話題を読みました。この記事では、海外の国々と比べて、日本の物価が低迷しているという現実を具体的な数字を上げつつ報じています。ダイソーショップもね、日本だけが100円だけど、他の国は高い。物価が安いと思われている中国ですら153円。もう、日本っていうのはね、もう非常に物価安いんですね。ディズニーランドの入場料も日本で8,200円ですけど、アメリカ、カリフォルニアでは14,000円ぐらいと、約倍弱ですね。
まあ、日本のメーカーであるユニクロとかね、無印良品なんかも日本より高いと。安い日本。そんなわけで、例えば100円ショップダイソーで買った商品が何倍もの値段で売れています。ここね、ちょっとしか高くないんじゃないのということですけど、逆に日本が一番物があるんでね、オーストラリアでない100円ショップダイソーの商品、あるいは品切れになりやすい商品は、1.5倍どころか、3倍、あるいは10倍以上で売れてます。くっきり二重まぶたにするアイテープ、10倍以上ですね。他にも粘土。あるいは、100円ショップじゃなくて、おもちゃ。ね、おもちゃなんかも、売れてます。ベイブレード。3倍以上ですね。で、基本的にアマゾン室、3倍以上で売れる商品を見つけて、FBA を使って売るんですけど、もう全然3倍以上で売れる商品なんてな、日本のね、その辺のお店行って見つければ、いくらでもあります。製版じゃ、業務用ね、メーカー、象印でもタイガーでも3倍以上で売れてます。ヘアアイロン、ね、ヘアアイロンも高く売れてます。ソニーのワイヤレスコントローラー、コピック、あるいはね、戦艦ミカサのプラモデル、オートバイのプラモデルのパーツ、ね、タミヤのプラモデルのパーツ、セガの家庭用ホームスター、家庭用プラネタリウムのホームスター、あるいはお菓子のジャガポックル、サントリーウイスキー、響き、このように高く売れる日本製品はいくらでもあります。高く売れる日本製品を面倒なことは全部 Amazon がやってくれる Amazon で販売するだけです。買い占めでスーパーでは買い物できなかった人が Amazon で買い物と。あるいは在宅勤務で暇を持て余した人が Amazon で買い物をしています。オーストラリアのロックダウンにより Amazon の売り上げが激増中です。そんなオーストラリア Amazon に取り組むための、オーストラリア Amazon 輸出チャットワークサポートの内容です。まず銀行口座開設します。次にセラーアカウントを登録します。そして、商品探しの注意点、どういう商品を扱っていいのか悪いのか、それらをお知らせします。また、購入者や Amazon からの問い合わせに対応する対応方法もお教えします。ね、これはもう、英語ができなくても大丈夫です。送られてきたメールをね、チャットワークの方にコピペしていただければ、私が翻訳して、これをコピペして返事してくださいということでね、お返ししますんで、あなたがやることはコピペだけです。そのサポート内容ですが、週3回、月曜、水曜、金曜日にサポートメルマガを配信します。Amazon ではシステム変更やポリシー変更が頻繁にあります。昨日までは問題なかった商品が、扱うと危険な商品に変更されることがあります。昨日までは問題なかったノウハウが危険なノウハウに変化することがあります。変化した情報を迅速に配信するために週3回配信しています。そして質問があればチャットワークで回数無制限で質問ができます。普通の人が正しい稼ぎ方を理解して実践できるサポート。私は再現性の高いノウハウを知ることに真剣です。初心者対象のサポート。私が Amazon 輸出を教えるのに心がけていること。簡単なことでも教える。初心者が自分で調べて間違えた方法を覚えてしまって稼げなくなるのは時間がもったいない。稼ぐために必要な情報をわかりやすくサポートします。オーストラリア Amazon は今が絶好のチャンス。コロナウイルスによる巣ごもり需要でオーストラリア Amazon の売り上げが激増中です。売上1万ドル突破した会員さんもいらっしゃいます。ね、半年で売上がね、半年の売上が5万ドル突破してると。これは先ほどの中国の会員さんですね。売上5万ドル、半年で5万ドル突破してるのは中国の会員さんですね。また、オーストラリア売上のね、アマゾンの売上どんどん増えてます。例えば、ロックダウン前の3月13日に2458ドルだった売上が、週を追うごとにどんどん増えていきます。そして、約、ね、1ヶ月後、ね、6519ドルと、売上が2.65倍、4000ドルもアップしました。日本に住んでいるのに、アマゾン輸出で稼がないのは大損です。わずかな投資で一生稼げるスキルを身につけるチャンスです。オーストラリアアマゾン輸出チャットサポート会員募集します。先着10名様には、シンガポールアマゾンのサポートもつけます。無料でつけます。本日12月31日午後11時募集締め切り。こちらの購読ボタンを押して、ペーパルで購読手続きをしてください。
費用は12万9800円。こちらで1ヶ月の無料サポートがついています。2ヶ月目以降は月額サポート費用2万4800円が自動課金されます。この自動課金は自分でストップできます。またストップ方法がわからなければ、連絡いただければすぐストップします。まずはこちらの購読ボタンを押してペイパル手続きをしてください。なお、今この動画を YouTube で見てる方はね、動画のこの購読部分をクリックしても何も起こらないので、動画の説明欄にある URL をクリックして、こちらの申し込みページから購読手続きをしてください。日本に住んでいるのに Amazon 輸出で稼がないのは大損です。Amazon 輸出サポーター、堀秀夫でした。